今回はお正月のおとり橋についてお話ししたいと思います。お正月に使うお箸には箸袋に名前を書くのはご存知の方も多いと思いますが、ではおとり橋には何と書くのかご存知ですか？海山、山川、里山、田中。正解は海山です。おせち料理のメニューを考えてみますと、たけのこ、里芋、黒豆などの野菜の煮物が多く山のもの、昆布巻き、エビの旨煮、カズノコなど海に関係する料理がたくさん入っていますよね。これは海のもの、山のものに感謝し、豊作に感謝してという気持ちで海山と書くと言われています。このお話を習った時に山海と書いて山海と書いているという方もいらっしゃいましたし、また地方によってもいくつか呼び名書き方もあるそうです。私はそれぞれの人が使うお箸袋にそれぞれの人の名前を書くことは知っていましたが、取り箸に書く言葉があるなんていうことは知らなかったんです。海のもの、山のものに感謝して、豊作に感謝して海山と書くというお話はすごく素敵だと考えましたし、もしどこかで海山と書かれた取り箸の袋に出会っても困らないなって教えてもらったことに感謝したことを覚えています。もしよろしかったらご参考になさってください。またねー。